はい、今日はお疲れ様でした。乾杯。乾杯です。汚い手で。ウェットティッシュあるので引きましょう。拭きましょうよ。いや。なぜ二人？なぜ二人？子供だと思ったのが、なぜ女性が二人か。どういうことでしょうか。コンコン。キツネがコンコン。辛くないだろ、そんなに。辛いか。これがプロの技。すげえじゃん。あ、こうやってやるの。バラ肉。バラ肉。肉は6人前。野菜は3人前。ああ。うめ。皆さん、盗聴されてて。塩尻が松本の街並みですね。今ガソリンを入れたんですけれども、 4.95 だったかな、入ったのが。リッター41も走ってましたよ。最高記録です。ちょっとね、昨日からそうだったんですけれども、抹茶のあのトライクがですね、ちょっと調子悪くて。何が調子悪いかというと、すごい音がするんですよね、あのデフから。多分デフだと思うんですけれども、ガチャン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 と音がするんですよ。
で今も走ってますけれども、バックギアがちょっとおかしいのかなという、まあ、そういうふうに最初は思ったんですけど、バックギアを外しても音がするそうですので、なんか背面でね音がすると、まあ、そういうあの感じです。何が悪いの、ギアが悪いんでしょうかね。私もね昨日真後ろ着いた時に気がついたんですよ。すごい音がしてるなっていう、まあそんな感じで、やっぱり案の定、まあその時はあのバックギアあのの調整で調整が悪いんじゃないかという、まあそういうことだったんですけども、バックギア外してもなんか音がするらしいもんですから、ちょっとバックギアじゃないなと、まあ分かりませんけども、私もねトライクの構造がよく分からない。ジェフのね、バックギアというのはミッションに入ってますからね。トライクはねデフに入ってるんですよ、バックギア。まあ、それでちょっとデフの構造がよく分かりません。まあ、そういうことで、まっちゃんのペースで、もうそのまま帰ると、霧ヶ峰に行こうかなというふうに思ったんですけども、万が一何かあったら大変ですのでやめまして、そのままゆっくり抹茶のペースで帰ります。まあ、一人で帰るって言って最初ね言ってたんだけど、万が一何かあるとね大変だから、まあ、一緒に帰るよと。ゆっくり街路樹にリンゴが鳴ってます。右も左も、飯田インター東ですの交差点ですね。街路樹です、リンゴの木が。それでは昨日と今日2日にわたって、高ぼっち山キャンプ場で、キャンプをいたしました。Cさんとまっちゃん3人で、キャンプをしたわけでありますけれども、今朝はですね、本当に感動的な富士山が姿を現しまして、朝焼けの中ですね富士山を見ることができました。ちょっとその後トラブルありました。まっちゃんのトライクのデフが異音がするということで、で、まあ、どうしようかという、まあ、そういうことで、考えておりましたけれども、まあ、ゆっくり、制限速度で帰ろうと、まあ、そういうことで今現在帰っております。まあ、その後ですね、トラブルなく今のところ私の後ろについて走っております。まあ、そういうことで、まあ、一応無事故でね、帰ることができるかと思います。それではご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録、いいねをよろしくお願いいたします。それでは。